はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ルルナルでございます。今回ね、またあの単発実況ということでザ・ハウス2をプレイしたいと思います。で、今回はですね、前回のザ・ハウス1と違いまして、日本語訳がどうやらないようです。なので、ちょっと訳しながらねやっていきたいと思ってるんですが、それほど英語に強いわけではないので、トンチンカンな訳をしているかもしれませんが、その際はね、ちょっとまたご指摘いただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、これがオープニングのところになるのですが、これはね、ちょっと録画前に、ずっとついてましたんで、ちょっともう訳してありますので、簡単に言っていきますね。これはですね、小さな町にですね、ずっと何十年も閉じたままの家がある、廃墟かな、閉じたままの家がある。その家には、お金持ちな裕福な家族が住んでいましたが、ある日父親、母親、娘、そしてメイドさんですねがここで自殺をしてしまいました。それから呪われた家だと言われ、近くの近所の住人から家は閉じられた。ある者は言う、家から女性の悲鳴が聞こえてくると。でも誰も家に入ろうとはしない。あなたならどうする？ということで入ってみたいと思います。ちょっと訳が怪しいかもしれませんが、おおむねね雰囲気はつかめると思いますので、すいませんがお付き合いください。では行ってみましょう。また怖いですよ。ザ・ハウス2。します。あれ、ああ、そっか、家は閉じられたということは封鎖されたみたいな感じかな。あ、血が出てます。ああ、さあ、え、これあれ押せない。あ、こっち押せるね。ファースト、ザ・リビングルーム。形的にはですね、やっぱりクリックしていくと一緒みたいですね。あ、これも押せるな。まあ、電気は来てないでしょうね。お母さん、女の子、娘かな、お父さんですね。またちょっと厳格そうなお父さんですね。娘さんはちょっと病気なのかな？なんか目のあたりがクマができてる感じがしますね。待ってくださいね。1964年9月19日ですね。私は変なものを感じる。ベビーシマン、子供の世話かな、世話をする人としてここで働くようになって初めての日からそれを感じる。怖い。私はやめた方がいいって意味かな、やめた方がいいのかな、どうしたらいいのかな、というようなことが書いてありますね。ということはメイドさんですね。メイドさんは写真に写ってないですね。同じ文章です。
こら辺がなんか今煙と音が、これ換気扇かな、ここになんかいるのかな。でもね、ここね押せないんですよ。あれ誰かいたね今。お母さんもなんかちょっと目にクマがあるから、これは写真の写り方なのかな。同じ分身です。電気のスイッチは特に反応はしてないみたいですね。血が出てきてこの写真立てに行くってことは相当花瓶くっついてるんですね。あれ押せないですね。あれ、あ、誰かがねなんか喋ってるんですよ。でも押せないんですよ。何を押してるの。びっくりした。娘の生まれた年、生まれた年ですね。娘の生まれた年。変わってますね。こうかなこれ。1965年1月4日、彼女は時々一人で喋ってる。彼女は時々夜に笑っている。そして彼女は誰かを呼んでいる。この彼女というのは娘さんのこと。消えてるところのものではない。彼女は何とかじゃない。今のがメイドさんですかね。はい、第2面バスルームセカンドステージですね。トイレ多いですね。大体外国のゲームはお手洗いというか便器が出てきますね。ホーリーバイブル、聖書ですね。血の跡がすごいな。どこができるのかなと。クリックできるところは3箇所かな。あ、ここもできる。水が流れますね。聖書開くのかなと思ったら開かないですね。誰かがドアか窓を叩いてますね。
血が溜まってきましたよ、蛇口から。あ、なんか浮かんできた。またちょっと達筆だな。許してくださいって言ってますね。で、私たちの子供にしたことを許してください。私たちの子供にしたこと、なんか娘さんに何かをしたことを許してくださいっていう懺悔なのかな。女性じゃないよな。お父さんの足首だけどな。誰かがね、家を叩いてるんですよ。金の足は何したのかな。ステーションを持って。おそらくお父さんだなと思います。サードステージ、ベッドルームですね。子供部屋かな、ベッドルームといっても。これは押せるところはこれか。なんか、ま、なんだろう、なんか回そう、あ、オルゴールかな。クマさん別に動かないな。この写真動くでしょ。あれ動かない。あ、オルゴールが鳴り始めましたね。またちょっと怪しい翻訳になりますよ。幼女か養子の証明書かなんかですね、これ。で、ニコール、マティ。この子ですね。おさっきの娘さんですね。この子がニコール・ A ・マティさんですね。で、1963年の12月24日に、おっしゃる、だから正式に養子になりました。ウッドランド孤児で、そのお父さんとお母さんっていうことかな、ペアル、うん、は、これはマイルジー・ラウシュ、マリー、メアリー、どっちかな、まあ、メアリーかな、マリーかな、マリー・ラウシュ、まあ、このラウシュ夫妻にニコール・A・マティさんは取られましたということですね。おそらく、あ、およそ合ってるよという感じですね。
ールくらいしかないんですよ。壁に貼られてるものが増えましたね。見ていきましょう。彼女は毎晩来る。彼女が毎晩来る。彼女はかくれんぼで遊ぶのが好き。彼女は隠れるのがとってもうまい。私は彼女を見つけられない。家族の絵ですね。お母さんですね。なんかサザエさんみたいですけど、お母さんです。で、お父さんで、これが女の子でしょうね。貞子ですね、これはね。これ貞子です。メイドさんではないですよね、この身長じゃ。やっぱり彼女というのはこの人だ。この貞子みたいな人がいるんだ。つまりこの家にはもう一人いるんだ。貞子だ、やっぱり。次のステージにそのまま行くと思ったんですけど。びっくりした。ワーキングルーム、書斎とか作業場ということですかね。ここが触れますね。触っても、これ触れるのこれしかない。触れるものこの瓶しかない。あ、スイッチかな。あ、電気つきました。瓶ですね。ポイズン、毒薬ですね、これ。部屋の中になんでこんなロープがあるんでしょうね。触れるのはこの穴が開いていますもんね。あ、ここ触れる。また難しいの来ましたね。なんかお役所だってことは分かりますね。ヘルス、健康保険とかそんなやつかな。その役所のやつですね。
出生登録の注意です。この出生証明書は公式なものって意味だな、多分。公式なものとして証明されてますみたいな意味じゃないかな。名前が、これ A かな。エレナ?エレナかな?アレーナだから、エレナ・ラウシュ。1947年8月8日に、ウッドランドで。お父さんは、マイル・ジー・ラウシュ。お母さんの旧姓って意味かな、マリー、メアリー、わかんないな、マリースベン、スベンソンズマリー・スベンソンズが旧姓。まあ、1947年にこれができたと。まあ、ということはニコールちゃんは養子にでもらったんだけど、娘がいたんですね。このエレーナちゃんがいたんですね。その証明書か。電気を消すと現れるんですかね。ボイス。このびっくり感。あれ、今回消えないですね、この人。あ、なんか光ってる。鍵だ。鍵ですよ。鍵を手に入れました。あれ、電気が消えなくなってしまいました。今のはお母さんですかね。エレーナちゃんじゃないよな。これ消えててよく読めないですね。
ここがちょっと消えてしまってるので、ちょっと間違ってるかもしれないんですけど、私は耐えられないと、私はもう耐えられない、私たちのかわいそうな子供、安らかに。やっぱりエレーナちゃんですね。でもエレーナちゃん病気だったのかな。ライトがついたり消えたりなんか。8月8だったと思うから、まだ生後3、4ヶ月の時ですよ、これ。え？誰かが今写真を持っていっちゃいましたね。じゃあさっき首吊ってたのはエレーナちゃんじゃないですね。ザ・セーフルーム、ラストステージですかね。あれ？金庫出てこられてもね、他に押せるとこはないな。え、4桁の数字っていうと生まれた年くらいしかないですよ。どっちかな、エレーナちゃんが生まれた年か、ニコールちゃんをもらった年か。普通に考えたらねえ、エレーナちゃんかな。確か47年でしたね。あ、当たった。やっぱりね、どうして私は死ななきゃいけなかったの。ママ、私は生きていたい。何があっても私は生きていたい。という地名。これで終わりみたいですね。
なるほど。なるほど、なるほど。どうやらこれで終わりのようです。ちょっと役が怪しいところがあったと思うんですが、リビングルームでメイドさんが亡くなってましたよね。バスルームでお父さん。で、おそらくベッドルームで、ニコールちゃん。養子で来た女の子。で、ワーキングルームで、あれがお母さんかな？そうなると、やっぱりエレーナちゃんがいたんですね。でも金庫の中に入っていた死にたくないというのは、わかんないなぁ。お母さんに死にたくないって言ってるってことは、お母さんにあそこに入れられたのかな？まあ、エレーナちゃんが何歳で亡くなったかというのが、でも、あの写真見る限り3ヶ月とか4ヶ月ですね。ちょっと謎を呼びですけど、多分エレーナちゃんがお母さんか何かを操ってしまったのかな。ニコールちゃんも。で、最後はニコールちゃんがお母さんにっていうことかな。はい。というわけで、ザ・ハウス2。単発実況をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ザ・ハウスをやってね、もう慣れたよ、こんな感じは、みたいな感じだったんですけど、で、びっくり系だよ、と思ってやってたんですけど、やっぱりね、怖いですよ。これも、また、ヘッドホンをつけていただいて、ご視聴いただくのを推奨させていただきます。では、ザ・ハウス2、実況プレイ、終了したいと思います。ルルナルでございました。では、See you でございます。